こんばんは、プリティです。今日ね、通勤してる時もそうだし、あと乗り継ぎの時とかさ、あと会社着いた時とか、もう街でさ、えげつないほどギリギリなミニスカートとかさ、短パンとか履いてるお姉ちゃんとかさ、あともう付け根間際までの半ズボン履いてるお兄ちゃんとかさ、いっぱいおんのよ。え、暑くなってきたから、え、みんなもなんかもうビーズの稲葉じゃんと思って。だからおばちゃんね、通勤中ずっと、愛のためにわがままに僕は君だけをウルトラさって感じでさ、もうその音楽は流れっぱなしだったわよ。それかあとミュージックステーションのティリティリティティティリティリティティリ、あの音楽あるじゃんミュージックステーションの、あの音楽はずっとさ流れててさ、ええー、なんかもうみんな大胆だなと思って、うん、目のやり場に困っちゃう。あ、それでね、昨日はね、上板橋の現場さ行ってさ、で一緒に、まあ休みの人のね、とこ入ってたんだよ、おばちゃん。で、S さんっておじちゃんと一緒に働いてたんだけど、帰りね、なんかもぞもぞしてんのよ。で、S さんどうしたんですかって言ったら、ん？だから娘にこれいいんじゃないかって言うんで、なんかちょっと選んでもらった服が、ちょっと恥ずかしいって言うよ。え、娘さんが選んでくれたら、ね、嬉しいもんなんじゃないんですかって言ったらさ、いや、なんかあの、ズボンなんだけど、あの、ちょっと膝が出ててって。え？もしかして60オーバーからすると、膝上2センチまであると、あの、60オーバーの人から取ったらよ。ビーズの稲葉なのかもしれない。すごいもぞもぞしてた。スーツソーリーいいじゃないですかって。僕なんかもう、今日、寒くなると思ってましたよって。だって昨日も寒かったからさ、途中でもう指とかかじかんじゃって、風も強くてさ、あ、これは必ず風邪ひくなと思って、まあ実際風邪ちょっとひいたんだけど、うん、でいっぱい着込んできたの失敗しちゃったよおばちゃんがね、自分の娘がいたとするでしょ、特に池袋歩いてたお姉ちゃんとかさ、もうほとんどおパンツ見えるか見えないかぐらいのめちゃくちゃ短いスカート履いてたのね。最初はさ、それを見たとき、わーおってなったけど、ふとね、自分の娘だったとするでしょ？あの、プールの時間みたいになっちゃう。
プールでさ、海パン脱ぐときってさ、タオルをさ、腰のところぐるっと巻いてさ、みんなに見えないようにして脱ぐじゃん。チムポ見られるの嫌でしょ。あんな感じでさ、プールの時間の巻きつけるタオルみたいなやつさ、覆いかぶせたくなっちゃった。自分が親だったら、いや、ちょっと、自分の娘があんなに短いスカートで歩いてたら、もうヒヤヒヤして、もうちょっと、もう気が気じゃないなっていう。多分他のね、パパさんとか自分の娘がそういう風だったら、ちょっと心配でしょうがないと思うんだけど。そういえば、なんかふっとなんか関係ないことさ、頭の中浮かんだんだけど、ゴムがついてるやつあるじゃん。プールの時間の、海パン脱ぐ用の。あれ便利よね。ごめんなさいね、本当にでもしょうもない話で。小学校の時に思ったのよ。ママ、あれ作って、つって。え、あれって何って、プールの時間海パン脱ぐときなんか人に見られると嫌なって言ったらさ、え？ガキが何言ってんのよって言われた。ガキが何言ってんのよって。大人になってから言いなさいよ。大人になってチムも見えないような腰に巻きつける上の部分がさ、ゴムになってるやつ。あんなのしてて逆におかしいと思うのよね。今思うと。子供だからあれは必要だと思う。見られたくないじゃん。でも、ママにはガキが何言ってんだって言われた。それを思い出しちゃった。いやでもね、池袋を歩いてたお姉ちゃんとか、もうほんとえげつないほど短いスカート履いてたのよ。いやもう、その子のパパンだったらおばちゃんがね、ずーっと何タオルで隠してる。で、一緒に歩いてると思う。移動しながら。カフェ行くときとかもさ、周りとかキョロキョロ見て、何うちの娘なし見てくれとんねんみたいな感じでさ。世のパパさんは大変だと思うよ。それを実感しました。ごめんなさいね、通勤中さ。そんな、まあ、人間観察好きだから、ふっとそんなこと思いついたら、そのことばっか考えちゃった。ごめんなさいね。おばちゃんの趣味だから、人間観察は。男の子の場合、じゃおばちゃんが母親バージョンだったとして、いや、そんななんて、蚊に刺されるっていう。あ、そこは男の子と女の子の違いなのかな。おばちゃんが母親だったら、足蚊に刺されないって心配になっちゃう。ちょっと違う心配ね。チンコ刺されて大変よ。でっかいミミズみたいになっちゃうんだから。友達でいたのよ。寝てる時にね、なんか、おチンコ刺されちゃって。もうめちゃくちゃでかくなって大変だったって聞いてさ、え？刺されたことないんだけど、刺されるとそんなにでかくなるのさ、巨大なミミズみたいになっちゃったって言ってさ、え、見せてっつって見せてもらったのよ。うちの中学はまあ治ってるからね。見て損した。考えてみればさ、治ってさ、しばらく休んでたのよ。チンコ刺されてぐらいで、休むのもなんだと思うけど。でもその子ね、だって体が弱い子で、なんか高熱発したみたいよ。え、チンコに刺されると高熱発するのって、多分個人差じゃないのかなと思うんだけど。で、その蚊も、なんかちょっと良くないもの持ってたのかしら、よくわかんないけど、2日ぐらい休んでたのよ。で、治って3日後、でもそのでかいミミズになってる時見たかった。え、どうなっちゃうんだろうと思って。ごめんなさいね。ほんとにわけわかんないこと話しちゃって。あ、それで話は戻るんだけど、やっぱり男の子と女の子の時、やっぱり親としては、やっぱりちょっとなんか心配事は違うのかもしれないわね。まあ、女の子は受け身だからね。パパはやっぱりヒヤヒヤしてると思う。おばちゃんね、今までいろんな、まあ、女性と付き合ったことあるんだけど、大概さ、向こうのさ、両親とさ、仲良くなってよく焼肉とか行ったり、あと、とか、まあ食事行ったり、ショッピング行ったりとか、いろいろさ、もうほんとブラザーの中になっちゃうからさ、まあそういうの意識したことないけど、まあ友達とかでもいたもん、親が反対してる、まあところ。まあ、おばちゃんから見てもそれ反対するでしょって。だって、お父さんのところとかで会いに行った時にさ、プカプカ吸ってたって話聞いてさ、え？まあバカじゃないの？え、どうして？だって、吸ってないってのはイライラするじゃんって。しかもそういう時だからこそ、緊張するから、吸ってるのが普通じゃないのとか言われて、ごめんなさいね、下町だから。
ごめんなさいね。それおばちゃん聞いた瞬間にバカじゃないのと思って。そういう時こと、ちゃんとしてるよって。え？ちゃんとしてるの？だって普段から知ってるから。え、何をちゃんとすんのって。これは本当下町だわと思って。そういう時は、まあ、ちゃんと、まあ、スーツとか着てかなくていいけど、綺麗な服着て、髪の毛もちゃんとして、まあ、敬語もちゃんと伝え、あの、話せて、で、ぷかぷかなんかもう、言語道断って。で、おばちゃんの時にぷかぷかし、まあ、彼氏が吸いながら来たらどうしよう。呆れちゃうんだけど。え？こんなのと付き合ってるのって。そんなこと言ってしまうと思う。逆になんか、ぶち切れるっていうよりも、こんなのと付き合ってんのって感じになっちゃう。ごめんなさいね。おばちゃんがね、親で、娘が彼氏連れてくるとするじゃない。岡田純一みたいな彼氏連れてきたら、よろしくお願いしますって多分すぐ言っちゃうな。見た目とかなんか言葉遣いとかもすごく大切よね。岡田純一も清潔じゃない。顔もイケてるしさ。あと、ちゃんと敬語も使えるし、礼儀正しいじゃん。岡田純一が来たら、よろしくお願いいたしますって多分言うと思う。韓国ネイバー、LINE ヤフーの経営権喪失か、日本政府の圧力でソフトバンクが株式売却要求。ソフトバンクがネイバーに対して、LINE ヤフーの株式売却を求めているという情報が浮上しています。この動きが実現すれば、ネイバーは LINE ヤフーの経営権を失う可能性が高まります。これは、かつてリュウミチン氏と孫正義が手を組んで夢見たアジア最高のインターネット企業を目指す合併が意外な結末を迎えることになりそうです。現在、ソフトバンクが所有する A ホールディングスの株式を売却する要求が行われています。報道によれば、ソフトバンクが A ホールディングスの株式をわずかでも追加取得すれば、LINE ヤフーの経営主導権を握る可能性があるとされています。A ホールディングスはネイバーとソフトバンクが折半出資しており、合併時には両社が保有株式数を等しくして、共同で経営権を行使することに同意していましたが、この状況が変わる可能性が出てきています。日本国内で個人情報を保管するようになれば、韓国や第三国にサーバーを持ち、中国からのアクセスも許可している今の状況よりもセキュリティ上、はるかにマシになるでしょう。ただし孫正義、されど孫正義です。中止していきましょう。使用済みの油で揚げ物はダメ、再利用は脳に悪影響、動物実験の結果で明らかに。インドのタミルナード中央大学の研究チームが行った研究では、ラットに使用済みの食用油と餌を与え続けると、肝臓や大腸だけでなく、脳の健康にも影響があることが示されました。研究の結果、肝臓の脂質代謝が大きく変化し、重要な脳の栄養素である DHA の輸送が減少したため、これらのラットとその子孫では神経変性が引き起こされました。これまでにも使用済みの油が臓器に悪影響を与えることは知られていましたが、今回の研究はその影響が脳に及ぶこと、さらに世代を超えて影響を与える可能性があることを証明しました。大阪のさ、吉村知事いるじゃん。党のマニフェストとして、零細地に選挙権みたいなこと言ってんでしょ？何一気にバカになったら。どういうこと？零細地に投票権、選挙の。で、それ党のマニフェストにしたいと。これって、親が2票もらえるっていう形になっちゃうじゃない。だって、零細地、投票所にも行けないでしょ。で、親と一緒に行って書くこともできないから、親が書くってことでしょ。一人2票。その、不平等さどうすんのかしら。普通の人は1票しかないじゃん。やっぱ吉村ってバカだったわ、思ってたのね。ごめんなさいね。でもここまでと。いやでもそれでも応援してる人いるんでしょ、吉村知事を。関西のあのおばちゃんたちとか。そうですか。だって、でもこんなこと言う人にさ、投票する人って、おばちゃんのね、常識化すると、いや、ちょっと、いないかなと思うんだけど。何、面白いっていうか、ネタで入れてんの。またね、岸田が始めんのよ。買い物難民、高齢者の4人に1人。で、自宅からスーパーやコンビニまで500メートル以上あり、車の利用が困難な65歳以上は、
904万人、政府は移動販売や宅配サービスの補助金など支援策を急ぎますって。選挙対策でもこの金のバラはねえ、財布緩めるっていう感覚はないのかしら。いや困っちゃったんだけどこいつ。で弱者支援とかさ、あとまあ、福祉とかあと年金とか、高齢者にはいいようなことは言うじゃない。で、今の現役世代にはもう一切見向きもしてないでしょ。まあ、選挙行ってない人が多いっていうのがまあ、ねえ、見てくれない理由の一つで、これもね、悪いことだと思うんだけど。でも、こいつもやりたい放題よ、もう。そこまでして、おじいちゃんおばあちゃんたちの人気を得たいと。いや、もう下は0歳児から投票権。で、上は、高齢者に、まあ、買い物難民のためのなんかお金またばらまくと、うん、ほんとまともな政治が出てきてほしいんだけど、いやこれほんとに頭が痛い問題よね。まともな人をほとんど見ないという、ほんともう肩から各所もう膝ついてますよ、うん、肩が膝つくっていうのもまあおかしな表現だけど。あ、倒れ込むってことなのかしら、うん、がバタって、そんな状態ですよ。 NHK ネットのみ視聴の受信料、地上契約と同じ水準で検討。 NHK がネット配信のみを利用する場合の受信料を地上契約と同じ水準で検討していることが25日の衆院総務委員会で明らかにされました。この日 NHK にネット業務を義務付ける放送法改正案が同委員会で賛成多数で可決されたとのことです。 NHK の小池秀夫専務理事は、放送法の改正案が成立した場合の契約のあり方について検討中としつつも、衛星放送のネット配信は当面見送ることから、ネット配信のみを利用する場合の受信料額は地上契約と同じ水準とする方向で検討していると述べました。また受信料を支払っている世帯には新たな負担は生じないことにも改めて言及されました。口座振替やクレジットカードで受信料を支払っている場合、地上契約は1100円となります。改正放送法案は番組のネット配信を放送と同等の必須業務に格上げします。これによりテレビを持たない人でも料金を払えばスマートフォンなどで放送番組を見ることができるようになります。必須業務化されるネット配信には同時配信のほか見逃し配信も含まれます。ネット視聴は受信料を支払っている世帯に新たな負担は生じないが、支払っていない場合は新たな受信契約が必要になるということです。金金金金、こんなにお金のことを言うテレビ局を他には知りません。会えば金貸してと言ってくる地元の先輩以上に金金金金、金のことしか言わんすわ。ほんと嫌い、 NHK なんか大嫌いなんだから。金融所得で保険料増を検討、医療介護不公平見直し。自民党は所得に応じて徴収される医療や介護の保険料の算定に株式配当などの金融所得を反映する仕組みの徹底に向けた議論を始めました。25日プロジェクトチームの初会合を開きました。現在は確定申告をした人のみ保険料に反映され、不公平との指摘がありました。見直しによって未申告だった人の保険料が増える可能性があります。算定の事務を担う自治体の負担が増えるなど課題も多く、2028年度までに可否の検討を進めます。高齢化によって膨らむ医療や介護の費用を賄うため、金融所得を踏まえて保険料負担を増やし、社会保障制度の持続性を高める狙いです。政府が23年末に決定した社会保障の改革工程表にも検討方針が明記されました。配当などの金融所得には売却益も含まれるため、一気に売却した場合に保険料が急激に増加することになるので、売却をためらう人が出る可能性もあります。というか売れないです。そんな人が続出しても金取ります。何が何でも老人にお金を使い続けるし、減らしもしないし、老人医療を維持する金を現役世代から巻き上げるという再宣言ですね。自民党も金金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 、本当自民党も大嫌い。もう金を取ることしか言わんすわ。大嫌い。ビビッとくる相談をよこしてみなさいよ。
男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京シリクラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。